中年オタッキーです。ここのとこね、ちょっと連続して、カメラ購入系の動画をアップしてまいりました。なんかね、まあお小遣いが出たと同時にこういう動きになるのはまあ仕方がないところだと思いますが、まあ、また1ヶ月間ぐらいはね、そういう系の動画はなくなっていきますけどね結構予算ギリギリでやってますもんで、ね、申し訳ない。で今日はね、このカメラの紹介の動画になっていきます。はい、これ EOS 5QD、 EOS 5って言ったらね、もうデジタルカメラでは同じ意味でありますが、これはフィルム EOS でございます。それでは動画スタートしてまいります。はい、この EOS 5QD なんですけども、どうやらね、EOS 5QD って呼んでたのは日本だけみたいで、予想ではね、EOS A2 とか、EOS A2E とか、単に EOS 5とか、そんな感じで呼ばれていたものになりますね。まあオートフォーカス式の、縦走りメカニカルフォーカルプレーンシャッター機。まあ、価格なんですけど、発売時期がね、1992年11月に発売ということで、価格がね、このレンズね、EF28105、F3.5 から4.5 でこれ普及レンズなんですけど、これ付きでね、定価16万円だったそうです。結構高かったんですね。で、ボディのみで10万8000円。縦位置グリップも1万2000円ということで、なかなか高かったんですね。で、目玉はね、視線入力です。これね、5点即挙式のオートフォーカスになるんですけども、その、即挙点を、目で追いかけると、そこにピントを合わせるという、視線入力 AF をね、世界で初めて搭載しています。で、まあ、中央部重点平均速光、フォーカスポイントと縦位置に対応する、16分割評価速光、あとは、スポット速光、中央部 3.5% のスポット速光の3つの速光モードに対応、露出制御両有線 AE、 インテリジェントプログラム AE、被写界深度有線 AE、 デプス AE ですね。で、撮影モード連動自動セットプログラム、多彩な自動露出に加え、定点連動式のマニュアル速攻に、を備えているなど、先進の仕様と機能が満載されていたということで、定点連動式のマニュアル速攻というのはちょっと使ったことないな。主な仕様がこんな感じですね。まあ、このカメラなんですけど、まあ、オールプラスチック製で、ファインダーがね、ちょっと弱いんですね。ファインダーが 0.73 倍で、視野率が、92の94なんですね、確か。上下が 92%、左右が 94% ということで、100% ではないみたいです。で、まあ、連写とかもね、結構ね、秒間5コマ連写ぐらいだったんかな。やり方がわかんねえや、もう。あ、これだ。ドライブ。ああ、そうか。これね、実はね、サブ電子ダイヤルがまた落っこちたんですよ。修理したんだけど、また落っこちて、このカメラ、サブ電子ダイヤル破壊マンみたいな感じでね、これサブ電子ダイヤルがないと、なんか連写モードが使えないみたいですね。どこだろう。あ、プログラムモードか、これ。よっ。シャッターでマニュアルにすると。まあ、こんな感じでね、まあ今これワンショットですけど、連続で押したらこんな感じ。秒間5コマまで対応してたと思います。音はね、もうこんな感じでね、まあ簡素な音ですね。静音に対応しているということで、結構静かは静かですよね。これ、
フィルムが入ってないんで、巻き上げ音がしないんですけども、巻き上げれるフィルムだったらちょっと用意してないですけど、テスト用のフィルム用意してないですけどね。でね、まあ、16分割評価速攻ということで、結構ね、まあ、逆光でも被写体が潰れにくい、方式になってまして、オートフォーカスもね、その視線入力、まあ、縦位置ではね、視線入力これ効かないんですけど、横位置のみになるんですけど、見たところにピントが合うということで、結構ね、精度もね、高いです。まあ、5点速径ではありますけどね。で、このレンズをつけてね、今回はね、ケントメア400っていうモノクロフィルムで、試写をしてきました。で、その試写の結果なんですけどもね、まあ、ちょっとメガネかけないと見えないかな。これね、ケントメア400で撮ってきたんですけども、まあ、普及ズームレンズ、で撮影した割にはなかなかの解像度だと思います。これね、全部プログラムオートで撮っていますが、絞りは8前後で推移しておりましたね。まあ、プログラムオートで撮っているイクオール、誰でもこのレベルの写真が撮れます。まあ、これ、ススキとかでも、これ、うちの近所で全部ね、撮影したんですけどもね、比較的ね、このレンズ、28105で撮影してたら、テレ側を使うことが多かったですね。まあ、圧縮効果で背景ボケも得られますし、テレ側にしてもそこまで解像度が落ちないレンズなんで、ただね、このように強い光源が入ると、もう、フレアがブワッと広がっちゃいますね、このレンズ。逆光には非常に弱いですが、まあ解像度的には問題ないですし、何より露出のね、秀逸さが、よくわかると思います。すべて適正露出、いい感じでね、黒の締まった写真が撮れました。これなんか絶妙ですよね。最後ね、信号の赤信号のマークが浮き上がってました。露出なかなかいいですね。このカメラなんですけどもね、僕は若い頃ね、94年に AF カメラを初めて購入したんですけど、まあその時にね、このカメラと EOS 55で随分悩んで、で、結局 EOS 55を買ってね、だいぶ後悔したんですね。まあ、どこが後悔したポイントかって言ったら、まず、これ、シャッタースピードが8000分の1秒まであるんですね。で、まあ、EOS 55は、4000分の1までしかないっていうことと、まあ、フラッシュの光量がでかかったりとか、まあ、いろいろ、まあ、あったんですけど、何よりその後悔したのが、EOS 55を購入したのはね、380EX、EX シリーズのストロボで、ハイスピードシンクロとかね、オートバウンスが、ま、いろいろ精度の高い調光ができるということを聞いて、まあ、とりあえず EOS 55買っとくか、新しく出たばっかりだしと思って買ったんですけど、ストロボ買わなかったんですね。ストロボ買わなかったら別にこっちでいいじゃんって話で。まあ、そういうわけでね、このカメラ、EOS 5QD は、ETTL、EX シリーズのストロボには対応してません。EZ シリーズの ATTL ストロボに対応してますね。つまりね、TTL ダイレクト速攻に対応しているということになりますね。で、まあ、EOS 55との差は、まあ、そこが大きなポイントで、まあ、シャッター速度が、最大でね、その EOS 55は4000分の1までしかないっていう、こともありますけどね、この、フィルム室を開けるとね、結構ね、チープです。これね、フィルムのスライドレールがね、その、プロ機とかハイヤマ機は基本的にね、これ金属なんですけど、これオールプラですよね。かなり EOS 1からすると見劣りするものになります。状況的に考えると EOS 1の下はこのカメラのはずなんですね。1989年に EOS 1が登場して、まあ、このカメラが92年に登場するんですけど、EOS 3が出るまではこれが2番手のカメラのはずです。だからサブカメラとしてね、キヤノンを使っているプロカメラマン、サブカメラとしてこのカメラを使う可能性が高いと思うんですけど、それにしてはちょっと物足りないかなとも思います。ただね、現状ですごくその、仕入れて、その、買って、その、なんていうんですか、
不満が出るようなカメラではないと思いますが、時期的にそろそろ壊れやすくはなってきますね。僕のあれサブ電子ダイヤルじゃないんですけど、で、まあ当時のライバル機といえば多分ニコン F90、90X あたりになってくると思うんですけど、先進性は EOS 5の方が断然軍配が上がります。電子ダイヤル2つついてますしね、5点速挙のその視線入力とか、豪華なものもついていますが、こちらはね、2CR5 っていう高い電池で動いているということも考えると、F90X の方がかなりいい部分もありますし、ファインダーのね、見やすさとか大きさ、そのあたりはね、F90X が断然上のような気がしますね。オートフォーカスもね、F90X 結構早いですし、まあこの2台交互つけがたいんですけども、まあ、好きな方を買ったらいいんじゃないかなと思いますね。現状は両方とも安いと思います。ニコンも F100 になると高いんですけど、F90X は、安いですね。僕もね、ジャンクですけど1500円で買ってきましたし、まあ電池代が高くつくっていうことを考えると、僕はどっちかっつったら F90X をおすすめしますかね。 F90X 単三電池で使えるんでね、ちゃんと動けばの話ですけどね、フィルム吸送にトラブルが出やすいカメラではあります。まあこちらもね、電子カメラということで、まあいつ壊れてもおかしくはないんですけどね、まあデザイン的にね、好きな方を選ぶとかそういうのもありですけどね、まあ結構ね、かっこいいと思います。デザイン的には好きですね。昔のね、その金属感っていうのは全然ないんですけど、まあこの時代 EOS1N もまあプラスチックボディになってますね。もうプラスチックボディが当たり前の時代のカメラになりますんで、まあ金属製じゃないとダメっていうふうにはちょっと選択肢がなくなってしまうんですけどね。まあいいんじゃないでしょうかって感じで。まあレンズはね、28105、このレンズ、僕は随分前にね、4000円ぐらいで買いましたけど、今はもっと安いと思います。で、ジャンクでもゴロゴロ転がっててね、ちょっとのカビぐらいだったら全然いいとは思いますけど、僕のはね、これバリ品です。もうピッカピカのバリ品ですけどね。まあ、28ミリから105ミリということで、まあ、使いやすい画角になっています。で、逆光にはめちゃくちゃに弱いんですけど、まあ、絞り 5.6 より上ぐらいまで絞れば、まあ、そこそこ改造します。当時のね、もう、マキエレンズ的な存在ですけどね、このレンズ。まあ、そんなわけでね、市場にもゴロゴロ転がっておりますんでね、このレンズは結構狙い目なんじゃないかと思います。この組み合わせね、デザイン的にも調和が取れてますし、いいと思いますね。はい、今日の、カメラ紹介はここまで。ここからは、視聴者様の作品の投稿のコーナーになってまいります。はい、視聴者様の作品投稿のコーナー、今日はね、クレイジーポップさんの、投稿ですね。1枚目がコロナに負けるな、2枚目がね、秋の空を仰ぐということで、カメラはどちらも、キャノン EOS7、で 50mm、EF50mm、F1.8-2 で撮影したということですね。どちらもね、いい色の仕上がりになっておるんですがね、ちょっとゴミが気になりますね。ゴミがすごく乗っかってるんで、フィルムスキャナーをね、フィルムスキャンするときはね、こういうのが役に立ちます。これね、ちょっと可愛いデザインですが、これね、コスメブラシですね。女の人が顔に使うやつです。これね、先端がものすごく柔らかい素材でできてまして、ネガとかね、スリーブにその傷をつけずにゴミを飛ばすことができる。プロも結構使ってるはずですよ。これ110円か。ダイソーで110円税込みで買ってきたやつになります。ぜひね、おすすめになりますんでね、フィルムスキャンのゴミをね、ゴミで悩んでる方はぜひぜひお使いくださいませ。はい、クレイジーポップさんありがとうございます。次がね、これは初投稿ですね。ヨッシーさん、新潟県加茂市にある公園の紅葉を11月に撮ってきましたけどですね、1枚目が紅川下り、2枚目が
ベニミチテですね。カメラはキャノン T50 オートマンですね。レンズ FD135mmF3.5、フィルムがね、富士カラー100で撮られてます。135mm 出ましたね。この間の、ライブで話題になりましたけど、風景写真撮るの 135mm 非常にいいです。というわけでね、なかなか秀逸な写真撮っておりなっておりますね。特に2枚目が素晴らしい。この写真は、タイトル画面にさせていただきます。ヨッシーさんありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。次がね、シオンさんでよかったかな、もう字読めないですよ俺。シオンさんかな、から2枚。1枚目がね、日本一周の相棒。2枚目がね、忘れ去られた場所ということですね。カメラはどちらもペンタックス SP、SMC タクマ 55mmF1.8、富士カラー100で撮られているということですね。これ普段使ってる楽曲の名前、これね、僕もわかんないんですよ。BGM ですよね。わかんないんですけどね。写真なんですけども、ちょっと露出オーバーなんですけどもね、逆にそれがいい雰囲気になってるんですね。また背景ボケが美しいですね。1枚目、最高にいい写真になってます。2枚目もね、好きですね。これね、忘れ去られた場所っていうことで、忘れ去られた場所だったかな。鉄道のね、まあこういうとこ結構最近多いんですけど、廃線になったりね、その本数が減ったりして草が、生えてるね、軌道よく見かけるようになりました。嫌な時代に、まあ鉄道動画が好きな方にはね、嫌な時代になってきました。僕も鉄道嫌いなわけじゃないんですけど、まあ、鳴門線、JR の鳴門線なんかね、廃線にもなってないのに草がボーボー生えてます。はい、シオンさんですね。ありがとうございます。次がね、フリーマンさんから2枚。これがね、久しぶりの投稿。最近フィルムカメラで撮影してないので、α6000 での撮影になります。レンズはベストポケット、コダックのレンズを外して撮影しました。最初のは開放の F6 と暗いと思います。台はね、冬の入り口ということですね。で、2枚目がね、日だまりということですね。これベストポケットコダックのレンズを α6000 かにつないで、まあ、ものすごく古いカメラでね、写真なんですけども、完全にね、1枚目はソフトフォーカスになってますが、色はしっかり出てますね。クラシックのレンズと思います。まあ、ソニーのカメラっていうこともありますけど、2枚目の方はね、そこそこに改造してます。これはまあまあの写りになっていると思いますね。で、ベストポケットコダックっていうカメラが、まあ言うたらスプリングカメラのタグですね。蛇腹がついてる。こういうウィキペディアからね、ちょっと画像を引用させてもらってですね。まあ、広告なんですけどもね。これ、100年ぐらい前のレンズということでね、面白いですね。写り的にね、ちょっと面白いものになってます。はい、フリーマンさんありがとうございます。次が、長州薩摩さんの作品で、3枚組。休日に六本木のミッドタウンに行ってきました。改めてその建築技術の素晴らしさを感じ撮影しました。よろしくお願いしますということですね。タイトル、六本木ミッドタウン。建築ってすごいな。ということですね。カメラがキャノンに、ニコンの F3、ごめんなさい。ニコン F3。AIS50mmF1.4。富士フィルムスペリアプレミアム400ということですね。写真なんですけどね、3枚ともにね、その、メカメカしい建築構造物の、模様になっておりまして、これがね、もうニコンのレンズのね、高解像度と相まって、なかなかの写りになっています。特に3枚目のね、青い空とその、幾何学模様というか建築物ですね。この写真がなかなかになってますね。いい写真。3枚ともね、いい写真、いい出来だと思いますね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。今日の作品投稿はここまで。こっからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、佐賀 B28 名古屋さんの俺のカメラですね。お疲れ様です。またまた俺のカメラコーナーに投稿します。
今回はカメラというよりレンズが主体ですが、以前親友が使っていてその描写力に嫉妬した SMC ペンタックス 55mmF1.8、 やっと綺麗な状態のレンズに巡り合いました。とは言っても当初は距離リングは大きくずれ、各部の締め付けもゆるゆるで手だけで回るほど、そのためメンテナンスはとても楽でしたが、ということですね。そのレンズを ME に取り付けて1枚、もうこのレンズ1本でいいなと思わせるほど個人的には好きな描写のレンズです。僕もね、以前は紹介しました。僕はね、その、SMC も持ってるし、スーパータクマも持ってるし、K マウントの SMC 持ってるんですね。3本 55mmF1.8 持ってる。K マウントのレンズはまだ試写してないんですけど、まあ、積んであることは積んであるんですけどね。このレンズね、その、まあ、アトムレンズの類になったんだったっけ。まあ、非常に描写がいいというよりはボケがいいんですね。描写力としてはどっちか言ったらちょっと柔らかめなんですけども、そのネイチャーフォトとかにね、すごくいいと思いますし、ちょっとカラーは撮ったことがないんですけどもね、とにかくね、ボケが美しいレンズになります。僕はね、モノクロでばっかり撮ってますけど、ちょっとカラーでもね、挑戦してみたいと思ってるんですけどね、まあこのレンズ、SMC、特に SMC で撮ってる人はすごく多いと思います。スーパータクマもね、スーパータクマは開放速光には対応してないタイプの、絞り込み速光のみのね、レンズになりますけどね、どちらもいい写りしてますんで、ファンも多いと思うんですけどね、今回は、佐賀 B28、ナオさん、ありがとうございました。でね、今日の動画はここまでになります。最近ね、ちょっと再生回数も、絶好調で伸びておりましてね、ちょっと嬉しく思ってるんですけどもね、次回の動画なんですけども、はい、次回はこれいきます。はい、これ高川さんにね、提供いただいた、ニコマート EL、ニコマート EL にね、 135mm、ニコール9オートだったっけ、9オートだね、135mmF2.8 明るい方のやつですね、 135mm ので、135mm 縛りでフィルム1本、撮影してきました。135mm のね、優位性がね、示せるかどうかということで、まあ、今一つの作例もちょっと多くなってしまいましたが、まあまあ、写真もございますんで、まあ、交互期待、135mm で撮ると、まあ、どうなるかということで、ね、交互期待となります。最後までね、動画見ていただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ。暇な方はね、どんなことを感じたかとかね、コメント返信ちょっと追いついてないんですけども、頑張って返していきますので、ぜひコメントお願いします。で、チャンネル登録の方ね、普段通りのペース、月120人から130人ペースでね、増えていっております。ほとんどね、右肩下がりになることがないんで、絶好調と言っても過言ではないと思いますが、まだまだ上を目指しておりますので、チャンネル登録ぜひお願いします。今日は動画は最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。